こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は385ページから解説していきます。ワンポイントアドバイス、成長のための4段階のステージ。すべての会社には成長の規律と成果の規律と成長の規律が存在しています。成果の規律はそれぞれの企業独自のもので、成果を出すための戦略や行動様式などです。業種や企業によって異なるのはこの部分で、企業独自の知識、技術、経験等が要求される部分です。これに対して成長の規律は成長するための経営の基本原理、原則です。これは業種や個別の企業によって変わるものではありません。賢者の3つの教えは成長の規律であって、すべての企業に適用可能なコンセプトです。このコンセプトをベースに、各企業が経営理念、哲学を構築し、あるべきトップマネジメント、ミドルマネジメントを作り上げることが必要となります。ここまでの解説を野野会長お願いいたします。はい、こんにちは。まあ、会社はね、大きく分けるとね、成果、まあ、結果イコール戦略かける実行って考えた時のね、成果は2つに、成果はね、短期の、まあ、今年の予算とか達成とか成果、もう一つは、ね、成長、二つ。成果とは今、ね、成長は未来。で、成果を、ね、出す仕組み、今年の予算を達成させる仕組みっていうのはね、ロアマネジメントにフォーカスするもので、どっちかっていうと、戦略は前提になってるんだけど、実行にフォーカスされてる。この実行するためにはね、知識、技術、経験がいって、この成果を出すっていうものは、業種によって全部違う。会社によっても違うし、だけど成長させる仕組みっていうのは、こっちはマネジメント、これは未来に向かって考えるもので、これね、業種が変わってもほぼほぼね、成長させる仕組みっていうのはそんな変わんない。で、会社にとって重要なのはね、戦略が有効な時っていうのは実行にフォーカスすればいいんですけど、だいたい頭打ちするのどっかで、それはね、戦略っていうのは有効期限があるから、会社の戦略っていうのはどこかでね、陳腐化していく。そうすると、その戦略を見直して、次のイノベーションを図るとかね、じゃあより生産性を上げていく仕組みってどうなのかって考える、これがね、成長させる仕組み、これがマネジメントなの、本当の。で、どっちを中心に今社員っていうのを見てるかっていうと、多くのね、社員はね、予算の達成とかで評価されちゃうから、成果主義型みたいのが入ってるとね、そうするとどうしても短期思考になる。そして成長より成果だけどね、会社の戦略の有効性がなくなってる時っていうのは、どんなに成果にこだわっても成長しないの。かつてはね、今の成果上げてれば結果として成長した会社も、成長する仕組みにフォーカスしないともう成果が出せない時代が来るのよ。で、多くの中小企業はね、こっちに陥って、だから中小企業なの。だって社歴の長い中小企業世の中いっぱいあるでしょ。だけど売り上げがたくさんないから中小企業、それはどこかで成長がストップしてしまったのね。で、ここをね、分かってないとずっと自転車操業的なマネジメント、今の成果、忙しい貧乏暇なし、え、忙しかったら儲かってなきゃいけないのにね、忙しいのに儲からない会社がね、すごく、忙しいのに儲からないはダメよ。根本的にどっかが全然忙しくなくて儲からないのは普通じゃん、でしょ、仕事ないんだから。だけど忙しいのに儲からないのはどっかおかしいでしょ、これ。忙しいなら儲かる、忙しくないなら儲かってないにしてくんないとさ。忙しいってことはね、儲かってていいですよねって言うと、いやいやいやってな、いや、そんな儲かってんですか、いいですねって言うと、いや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 、貧乏暇なし、それはね、どっか違う。
どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ、売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。